私は、近年、2回台湾に渡っています。その時車を借りて、島を一周しました。1回は、台北から西の海岸をずっと下って、山の方に入り、そしてまた西に戻って、南端まで、下ります。そしてその後東の東岸ですね、東の海岸をずっと上がってまた台北に戻るという、こういう旅をしました。台湾に来て最初の夜はここ九份というところに泊まりました。ここは元は金山、金鉱があったということなんですね。それが廃鉱になって、ある時台湾映画のロケに使われて非常に人気が出たんです。それで今は台湾の方だけではなくて、日本からも中国からもたくさんの観光客の方がここを訪れています。私が行った時にはとてもここ九份は雨がですね多くて、なかなか晴れた時がないんですね。まあ、だけど夜とても雰囲気のある光景が望めました。現地の台湾人男性と結婚されている日本人女性と知り合う機会があって、その方のお話を聞きたくてここ九份に来ました。これから九份を出て、その後新竹市だとか台湾の西岸、西をですねずっと南に向かっていく旅の様子をご覧ください。